えー、桜さくんよろししお願いします、えー、ゆずるくんのマシンガントークは田中圭二くんとですよ。えー、彼らは日野隆二くん、田中圭二くん、羽生ゆずくん3人同期で、えー、小さい時から切磋琢磨しながら、えー、仲良く頑張ってきた中で、えー、退院あ引退をしたら、えー、3人でゆっくり温泉にでも、 行ったりしたいと言っていたので、えー、叶うといいなと思っていますリュウジ君は一足お先に引退しているので待っているんじゃないかな、えー、それぞれのステップが始まる前に念願叶うといいねありましたよねこの三名、うんねまあ、これからも、まあ、引退した後にいろいろ語り合ったりするんでしょうかね、うん、ってことは田中圭司さんと羽生さんは本当同時期に引退ということに、ね、なりましたねうん 言われてみると、いちごプリンさん、ありがとうございます。えー、スポーツ紙の記事によると、えー、各種大会の賞金、スポンサー料、えー、専属契約料などの、えー、選手の収入の10%を JSF が、えー、肖像権の使用、えー、承認料として徴収しています。えー、羽生さんがが納納入していた分が丸ごと見納め、あ 丸ごと見込めなくなることはかなりの痛手だそうです、うんまあ、そうでしょうね、うんえーまあ、連盟関係者だそうですというところでまた2010年の朝、えー、田真央さんなど、えー、バンクーバー世代のスター選手らが大活躍中の、えー、JSF の、えー、賞味財産額は11億円、えー、それが10年後の2020年は35億円に えー、羽生さんが選手として活躍していた間に、えー、JSF の財産が3倍以上になったんです、うん。すごいですよね、だからそれだけ羽生さんは、えー、お金を、やっぱこう、ね、収入を得ていたと、うん、羽生さんの活躍によって、うんえー、宇野選手などの人気選手も活躍していますが、えー、羽生選手による経済効果はやっぱりすごかったと、いや、本当ですね。うん 抜けた穴はとてつもなく大きいですね。ISU にも同じことが言えます、えー。羽生さんをはじめとしたプロの試合を ISU が再開したりすると思ってみたり以前はありましたよね、うんなるほどです。いやーなのでね、まあちょっとそういった意味で羽生さん競技、えー、競技生活から引退ということなんで、まあ、ISU はお金がちょっと得にくくな得にくくなってくるのかなというところがありますよね。うん。 まあこれからちょっとそこどうなっちゃうのかっていうね、<laughs> うん、えー。そして、イズナーさん、Q、えー、ネーム桜子さんあさ,くらこさんですね、いちごプリンさんのコメントがあったので、ちょっと驚きです、えー、離れたと思いましたので、えー、羽生さんにプロスケーターになる発表には驚きました。えー、まあ、いつかは来るとはいえ、えー、今はちょっと放心状態です。えー、でも、羽生選手の前向きな決意が聞けてよかったと思いました。 えー、プロに移行によって、えー、スケレンの板では避けられないし。ええー、羽生さんを邪険に扱っていたので、えー、ブーメランとして帰ってきましたね。その通りですね。うん、ええー、羽生さんをもう少し大事にしていれば、こんなこともなかったと思います。あのー、結構スケレンっで羽生選手に対して結構冷たかったということがあるみたいなんですけど、結構やっぱりね、あのー、まあ、邪険に扱っていた感じでしたかね。うん。 今後スケレンがどうなろうと関係ないです。新たなステージに上がった羽生さんを応援していきます。彼独自のアイスショーも期待できそうですね。それを披露できる日が楽しみです。うん、いや、本当ですね。うん。なので、もう、もう、のびのびと、えー、羽ばたけるんじゃないかと思いますよ。うん、生き生きとしてますからね。うん、ただ、まあ、ISU というか、まあ、日本スケレンは、ちょっとそういった意味では、なんだろう、なんか、 ね、お金が入ってこなくなってくるっていうことを、まあ、どう考えるのかと、うん、いうとこかなと思うんですよね。はい、えー、そして BN、えっと b n ホラー、あ先にちょっとピースワンさんですね。ブ、えー、君、こんにちは、えー。ごめんなさいよっていう一言コメントに笑っちゃいました。たまにね、一言コメントくるんですけど、あれは何なんでしょうかね。うん ちょっとわからないんですけど、えー、ジュニアグランプリシリーズがとうとうアサインされましたね、えー。個人的に串田いくらちゃんがアサインされていたのが嬉しいです。えー、吉田花さんと、えー、島田真央選手以外は、一枠で、えー、成績上位の選手が、えー、2枠目アサインされると思いますが、えー、正直、女子は全員表彰台になりそうな気がするので、えー、2枠目のアサインが難しくなりそうです。あなるほど。そういうことなんですね。うん。なるほど。ってことは、 あの試合が実際始まってから後になってあの他の選手が、えー、アサインされる可能性もあるということですかね。うんはいえー、そして b n ホラキさんです、えー、日本のジュニアグランプリの枠は、えー、ジュニアワールド2022年の結果により、えー、女子は7枠各大会1枠だったよ,だったよね、えー。自体国でもあり枠が増えたのかな。 いずれにしても真央ちゃんと花ちゃんに期待しよう。うん、そうですね特に島田さん、どこまで行っちゃうのかなっていうところですよね。うん、吉田花さんも本当、実力あの上げてきてますからね。うん、いや、本当に気になる選手ですよ。女子が本当、そう強く、えー、実力すごい強い選手たち、本当、たくさんいますからね。うんえー、そして返信がございまして、えー、マイク・バーティラさん、こんばんは。 えー、BNA ホラックスさん、こんばんは、えー。こんばんは、こんばんはですね。おそらくロシア、ベラルーシが出られないので、枠、えー、が余っているんだと思います。えー、マオちゃん、花ちゃんに期待は同感です。うん、そうですよね、うんまあ。柴山あゆみさんもちょっと僕、気になっているので,、うんであのあのね、1回しか出れないんですけども。うん え、BNA ホラーキさん、え、ジュニアグランプリファイナル進出に期待です。え、日本は2017年の木平選手が最後ですかああ、そうなんだ。確かに。うん。この時って確か、三原舞さんも出場してなかったですかあ、三原舞さんその前か。うん。三原舞さん2016年だったかな ?15 年かなちょっと間違えましたね。あの、木平さん、確かガーシュインナンバーでしたよね。トリプルアクセルを決めた、勝率的な えっとね、時だったと思うんですけどもね、うん、この時全日本順には失敗したんですよ、うん。まさかのね、えっと全日本行けなかったっていうのあるんですけど、えー、マイク・バケヤさん、えー、こんばんは、同感です、えー。マオちゃんに期待です。枠はロシアとベラルーシが出られないので余っているなと思います。えー、シリアでも同様のようですよということみたいですね。はい。 えー、そして、ケイコさんありがとうございます。カブくん、どうもです。私もフィギュアスケート自体が好きだし、えー、好きな選手は他にもいるので見続けるとは思いますが、えー、現地まで観戦に行くかは考えちゃいますね。そもそも試合を地上波で放送してくれるのかがすでに心配です。なるほど。うん、あのね、わかりました。えっとね、 これまで、まあ、フィギュアスケートはとても好きだけれどもだからこれまでもテレビ見続け,ます見続けるけれども観戦に行かなくなるという方が増えそうですね。なるほど。なんかそれを僕は感じ始めてます。うん、あのやっぱりこうお金を高いお金を出していくわけですから羽生さん言うときはこう高いお金を出して見に行くっていうのが、ね、あったかもしれませんけど。 あのまあでも、これからもねフィギュアスケートは好きなんで見続けようとは思うんですがでも実際に生で観戦を行くかっていうところをちょっともう行くかどうかは考えちゃいますねっていうところで結構そういう方多いかもしれない,れないですね。なるほど、なるほどあのうん熱がやっぱり熱意が少しこう減ってしまうまあフィギュアスケートは好きだけどというところでしょうかね、う。ん えー、b n a ホラークさん、えー、羽生アンチトップ5の中に、悪質マオタで有名な人たちの頭文字も見える。多分あの人たちかな。うーんなるほど。ちょっと全然わかんないんですけどね。あのー、なんか頭文字3つ、いちごプリンさんから教えていただきましたけど、なんだろうね。ちょっとわかんないですね。うん。はい。 えー、わかる方、ちょっとこっそり教えていただきたいなとはちょっと思うんですけどもね。みんなで通報した方がいいですからね。うんえー、跡部陽子さんありがとうございます。えー、かぶこんばんは。私はフィギュアスケートが大好きです、えー、地上波 bs でやってくれたら見ます。譲君ファンになる。前からずっとテレビで見てきたので。でも遠征は遠征はな。新潟に来てくれたら見に行くかなって感じかな。あー。なるほど。なるほど。 やっぱりこ,うこれまでみたいに努力をして見に行くっていうよりはあの近くに来たら見に行こうかなっていう感じのになっちゃうというところでしょうかね。うん、なるほどですね。やっぱあの羽生君の場合はもうどこに行っても行くっていう感じがあったかと思うんですけどそこがちょっとやっぱり、ね、変わってくる部分かなでしょうかね。うんえー、マリリンさんありがとうございます。 えー、姉さんはミラノオリンピック出ますよ、ほうほう、なるほど。確かに。でも僕、これを思ったことありますよ、ちょっと。うん。姉さんは多分、なんだかんだでミラノオリンピック接近していったら、ね、あのそこだけ復帰するっていう可能性ありますよね。今回も現役引退ってわけじゃなくて、休止という感じですよね、姉さんの場合は。うん。まあ、姉さんも多分2連覇を目指す可能性があるので。 あくまで推測です。姉さんはエール大学を2年間履修しました。その2年間、フィギュアスケートも金メダルを取り続けました。すごいですね、文武両道で。両立したせたわけです。あと3、三女学年を残しているのを履修,履修するため、学業に戻るのです。 ここがこの先医学部に進めるかがポイントだと思いました。日本と違いは、セーダー大学だったら8年間で卒業しなければ大卒とはならないが、アメリカは何回休学しても OK なのです。ああ、そうなのか。なるほど、なるほど。うん えー、アメリカ人は大学に入って社会人を何年か経て、えー、大学に戻るなんてざらにいます。あこれね、ベルギーとかフランスとかでもそうですよ。うん、あの海外は本当30歳とか40歳とかになって、えー、もう一回大学に入り直してそこから医者とか弁護士になる人いるんですよね、本当に。うん、あのそのなんか4年間で十二歳、22歳で卒業して、えー、晴れて社会人っていうイメージがあるかと思うんですけど、 全然なんんか違うんですよね、うん、結構、失業率も大きいですし、うん、失業したらですね、あのまあ、勉強して、えー、その期間中にまた大学,大学に入ってやり直したりするっていう人も結構いるんですよね。でその期間中、まあ、結構、福祉が、まあ、アメリカはわかんないですけど、まあ、福祉が充実してると、例えばまあ生活保護とかね、そういうのをもらって、で大学に行ったりするっていうことも全然ありなんですよね。うん、なので、まあ、結構、なんて言うんだろう、あのー、 べ勉強さえすれば勉強、まあ、すごい大変なんですけど結構道が、ねえー、っと続いてるんですよね、うん、それは非常にいいことかと思いますアメリカは生活保護ないんだったかな確かあったかな、うん、姉さんがあと2年間大学に復学して4年まで終わらせても、えー、ミランのオリンピックまであと2年あるので十分です えー、日本人は大学入学したら4年間で卒業する、浪人もせいぜい1年くらいまでで、えー、新卒採用基準がありますので、えー、会社に入ったらそこで定年まで過ごす、結婚したらその人と、えーえっと、これはな,なんとかを遂げるという、あ、うい遂げるか、その人と、えー、結婚したらその人とそうい遂げる、す、え、べ、ー、てドロップアウトはダメなんです。あー、これは日本人、あ、そうそうそう、日本人のことですよね、日本人は。 えっと、そうそう,そう、えー、浪人も1年くらいまでで、えー、新卒、これ、新卒基準っていうのが、ぶっちゃけ僕、意味不明なんですよね、日本の基準が。うん。もうちょっと、こう、実力採用とかするべきかなと思うんですよね。うん。これが僕はちょっと、あの、首かしげちゃいますね。うん。えー、なんか、あの、な閉鎖値っていうのもそもそもないので、ベルギーの大学とかっていうのも。うん。あの、大学って勉強するとこなんで、だから、 ほ本来就職するとこじゃないんですよね、うん。だからそこがちょっと日本と海外の違いかなっていうところですね。そうで、結婚したらその人と添、えーえー、い遂げる。うん。その通り。すべ、えー、てドロップアウトはダメなんです。確かに。だから日本は一回落ちたらもうどん底ですよね。本当にだからそこがかわいそうだと思います。アメリカ人は2つ3つキャリアを持つ人こそ優秀なわけです。 なるほど。それを考えると、姉さんは確実にフィギュアーに戻ってくると思います。絶対にということですね。うん。まあなんかやっぱり勉強とかして、でも、あのー、なんだ、えっと、オリンピックが近づいてきたら、まあ全米選手権とかに戻ってくるのかなっていうのはねあ、あると思うんですけどもね。うん。まあそれでオリンピックを目指すという感じかなと。うん。はい。ええー、そして、えっと、空風さんです。こんばんは。どうもです。 まず今日の羽生さんの動きについて話題を挙げます。昨日、決意表明を行い、プロ転向が発表されました。で今日もご動きがありましたということで、えっと、今日は日本オリンピック委員会と、えー日,本スケえっと、日本スケート連盟を訪れ、挨拶を済ませましたたなるほど、えー、3回出場場し五輪の名場面をまとめた。 スライドショーも準備されてお出迎えをされたそうです。23日土曜日18時56分からテレビ朝日にて羽生さんの緊急特番が放送されますが、羽生さんも生出演するそうです。えー、このため、現在もたな内にいらっしゃるものと思われます。では本題に入ります。 えー、羽生さんの協議会からの引退に伴って、えー、3枠のうち1枠が空くことになり、えー、今シーズンはどんな顔ぶれになるのか予想が難しいですね。うん。だから面白いですよ、今回は。それによって逆に面白くなってくると。これからの4年間は何が起きてもおかしくないと思っています。そうです,そうですね、うん。予想外のバンクルバスのよ,ようなことも起きる可能性もあると思います。うん。そうですね。 えー、実力が拮抗した選手が多数出た場合、そこから抜け出すには、えー、技術面だけではなく、調整力が優れていることとここ,ぞここぞ一番で、えー、実力発揮ができるのか、えー、勝負メンタルの強さも大事な要素になると思います。そして最後は運だと思います。えー、オリ運もやっぱりありますからね、うんえー。オリンピックまでまだまだ時間があるので、特に、あ 特に今シーズンは失敗を恐れずにいろいろと挑むことも、えー、来年以降少しでも有利に進めていけるかの鍵になるかもしれませんね。うんまあ、それもあってか結構だから今シーズン挑戦する選手多いですよ、うん。新しいジャンプとか挑戦ね鍵山くんなんかも4回転ルッツを挑戦したりとかしていくみたいなんでね。 プロもアマもこれから相当発展することになると思うんで楽しみです。相当だと思いますよ。うん、どちらのね、えっと、今日あのねどちらの、えー、プロも、えっと、プロもアマもどちらもね、そう、そんな感じで盛り上がっていくのかなと思うのでね。うん。はい。そうそう、だから結構ね、戦国時代に突入してくるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。うん えー、シルピア JP さん、こんばんは、えー。YouTube のおすすめ動画に、ブライアン・オーサーコーチのところから、プロスケーター羽生に向けてのオファーメッセージが出ていました。なるほど。中国ファンのアカウントからのアップ動画のようなのですが、一見の価値はあると思うので、お知らせしたいと思います、えー。下が動画のリンクです。他に動画がないか、ちょっと検索してみましたが、これ以外には見つかりませんでした。えー、競技者の立場を知りとき、 えー、プロとしての新しい道を歩むことを決めた羽生さんへの温かいメッセージが見られます、えー。これから素敵なことがたくさん出てくるような気がしてワクワクしてきます。楽しみですね。あ,ありがとうございます。これちょっと後で見てみたいと思いますね。うん、これは、えー、っとブライアン・オーサーから羽生クへのメッセージということで気になりますね。えー、そしてマルディンさんありがとうございます。えっと、10代で4回転は全てやった方がいい。あ なるほど。なるほどね。たとえ全部ができなくとも、1種類しか試合でできていたとして、10代で2種類目を、えー、習得するのは大変です。うん。えー、例として、パトリック・チャンです4回転トーループが完成し、20代で4回転サルコーの完成は大変。えーあのー、例として、山本聡太君は15歳で4回転トーループを跳べていたので、えー、怪我で2年間フィギュアスケートができなくても跳べるようになる。うん。 まあフィギュアスケート、これ、感覚のスポーツですからね。えー、しょうまくんも17歳くらいで一通りやってたら、えー、見てる側からすれば、進化が早く見えるけど、ちゃんと下地があるから、ああ、なるほどですね。ルール改正に関しても、さほど変わらないというのも、いろいろ試してきているので、えー、っと、ああ、なるほどですね。うん。まあ、たこれは、その、やっぱこう、若いと、なんて言うんでしょうかね、やっぱ怖さをこう、 怖がらずにでででもももんいいいけるるっていうのもあるかもしれないですね、まあ、大人になるといろいろ考えちゃいますからねだからそのなんだろやっぱりこう小さい時に、まあ、どんどんどん挑戦がしやすいっていうかね怖がらずに何でもこうや,やれるわけなんで、うん、だからやっぱ10代のうちにですね、まあ、難しいジャンプ習得しておきたいですね、うんまあ、三浦佳く君とか見てると本当もう何にも怖くない感じでもう飛んできますよねあの爆発的なスピード,、えっと、スピードでうん。 佐藤俊君なんかもね、こう、ちょっとやってみてって言ったら、4回転のルーツできちゃったりとかね、うん、お前すげえじゃんとかね、先生に言われてましたけどね。PCS の改正もスケーティング技術が問われるのは有利、えー、プレゼンテーションも有利、これね、ちょっと、あのー、ここら辺のルールがどうなっていくのかっていうのが、どんな風に評価されていくのか、まだ見てないんで、あ,のあれなんですけど、まあ、原産サマーカップでよりね、鮮明になってくるのかなって思うんですけどもね。 翔馬君にははして変化なるほど。えー、あ、ということですよね。なるほど。僕、ちょっと変化あるのかなと思っていたんですけど、あ、でもこれ、プレゼンテーションに関しては平気なのかな。うん。まあ、4回、あのー、ジャンプに関しては、アクセル、アクセルとかね。うん。 あと4回転トーループトリプルフリップっていうのが新しく加わってくるかなと思うので、まあ、そこがちょっとまあ新しくは変わるかなと思うんですけどただ宇野くん的にそういう発言があるっていうまあ何も変わらない的な感じの発言があったっていうのは、まあ、そういったことなのかなっていう感じ,でしょうか,感じかなと思うんですけどもねうんちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけど僕はいえーそらかさんありがとうございますえー、もし彼に熱川さんあ そうあこれ僕のことですよね。えー、もし仮に熱が37.5度以上ある場合、コロナやインフルの可能性がかなりあると思うので、その場合はすぐに検査を受けた方がいいと思います。で、ね、現在ね、僕、熱はないんですよ。36.7度。でっと、ね、一番高い時でで37度一部でしたね。うん。えっと、そして熱がない場合でも、味覚が明らかにおかしい場合も可能性があります。これね、ありますね。うん。味覚のね、なんだろう。 味覚のなんか、なんかね、変な感じしますよ。うん。味があんましないですね。うんえ。あと1日2日経っても熱中症の症状が感知しない場合は、一度病院に行って、内科を受診されることをお勧めします。えっとね、あのね、症状が変わりましたね。<laughs> はい 症状がかなり変わって、最初はね、熱中症の症状だったんですけど、ただ、その時からもしかしたら熱中症じゃなかったのかもしれないですね。あの途中から、おとといあたりから、もうちょっと前から3日くらい前から、咳が始まったんですよ。うん、ただ、あのー、熱中症的な症状はなくなってたらね、寒気はね、ちょっと続いてて、ただ、今日は一日中寝てたり、寝てたりとかしてたんで、 まあ、昨日もそうですけど、まあ、だいぶ体調は良くはなってきたんですけど、咳とかは、ね、ちょっと続いているのと、あとは体の筋肉痛が、ね、続いてますね。うんえー、ちなみに検温はしましたかということなんです今は、ね、36.5から7くらいですね、うん。退院してからまだそれほどたっておらず、医療機関に行きたくない気持ちもあるかもしれませんが、健康が第一ですので、なかなか回復した場合は、内科の受診を検討しましょう。 えー、動画で拝見する限りでは顔色は良くなっていて、声も元気そうに思います。看、え、病、ー、をされている方もいらっしゃるようですので、不安なことは早めに相談し、一人で抱え込まないようにしてくださいね。あ,ありがとうございます、うん。ちょっとあまりにもひどかったら行こうかなと思うんですけど、たぶん明日ちょっとょ検査するかなと、ね。明日ね、休日なんでやってない可能性ありますね。うん はい、えーっと、ゆうのやあさん、えー、っと株んコロナじゃないことを祈っています。いや、本当ですね。まあ、コロナだったらどんまいですね。うんまあ、もしコロナだったら、えーっと、どんな症状だったのかっていうのを、まあ、お伝えする機会になりますので、うんまあ、少しネタができるのかなとかって思ってるんですけど、もうね、結構僕の周りの人たちもどんどんコロナにかかってて、もうこれ時間の問題だなと思ったんでね。うん もしコロナだった場合は、えっと、ちょっとどんな症状だったのかっていうのをお伝えしますよ。うん。ええー、さらかさん、私もそう思っています。ただ、回復が遅くなるのとてもまずいので、あと1日2日経過しても熱中症の症状が良くならない場合は、内科の受診をお勧めします。えー、日本でもコロナとインフルに同時に感染した事例があると聞いたことが、え、そうなんだ。これどうなっちゃうんですかねコロナとインフル同時に感染するって、どんな症状になっちゃうんですかね うん、ハイパーコロナですね、これ。えっと、ミュシャさん、ありがとうございます。えーしえっとシャ、シシャニックは画家です。私はそんな絵を描くのは生まれ,てあ生まれ変わらないと描けません。アイスタンス化っていうのは語弊がありました、えー。メディアでの扱いがアイスタンスの、あそういうことです。なるほど、なるほど。うん、ってことは、ちょっと減っちゃうっていうことですかね。 アイスタンスようになってしまうのではという意味です。うん、どうでしょうかね。これについては羽生さんがあの以前出る前というかあの出てくる前も結構報道はされてたかなと思うのでそこまではなんないかなっていう感じは多分するんですけどもね。うん。 まあ以前からその羽生選手が出る前だからまあ高橋さんとか、えっとまあ、なんだ2010年以降ですよね、か以前ですよね結構まあ男子もなんだかんだで、ねえー、報道はされていたかなっていうのがあるので、まあ、全然全くあの報道が、ね、なくなったりするとかっていうことは大丈夫かなと思うんですけど、うんまあ、アイスダンスともあのなんだ今後結構注目はされていくかなと思うのでね。うん どんな感じなのかなとちょっと分かりませんけどもはいえっとマイク・バーティラさんこんばんは、えー、3番手は混戦ですねあとは空海さんがおっしゃるように運かな4大陸では2位から4位が日本でしたが、えー、海外の評論家が日本は一体こんな選手をどこに隠していたと言っているそうですえー、三浦君のオペラ座の怪人彼にぴったり坪井君は神戸組でかおちゃんやえーえー えっと、坪井君、えっと、は神戸組で、かおちゃん、まいちゃん、お姉様たちからたっぷりと刺激をもらえますね。えっと多分この影響で最近坪井君調子良くなってきてるのかなっていう感じもするんですけどね。うん、でも最有力は友野君かな、えー。日本人ファン同士が打ち毛羽している場合じゃないですよ。その通りですね。これから,これからですよ。面白くなるのは。えー、日本スケレンも、えっと、金を出したら口も出せ。 株、えー、君、今期の女子ビリヤの展望についても語ってください。うん、語りましょうね。語りますよ。うん、ただ、木平梨花ちゃんの回復具合が、えー、分かるのはジャパンオープンか。うん、そうなんですよ。そこ僕、本当、ひヤひヤもんですね。だから、まあ、簡単に言っちゃうと、木平さんの、えっと、本当に状況が分かることがまず大事ですね。うん、でないと、今期の予想が全く分かんないです。本、え、当、ー、木平選手の状態が良ければ、 かなり流れが変わってくると思うので、木平選手次第ですね。うん、あとは住吉さんがどこまで安定してくるのか、なんかああの、どうやらですね、4回転サルコーとか4回転ループもできるっぽいですよ。うん、住吉さん。うん、これ、本当のことらしいです。うん。なので、これがまさか決まってきたら、もう本当大変なことになるので、そう住吉さん覚醒しておこうしなと思います。彼女ねもう演技が本当にいいんですけど もう僕、世界一ね、失敗がねあの、もったいない選手だと思いますね、住吉さん。うん、なんでそこ失敗すんのってね、うん、あの、ザ・ローズの時も素敵なのにな、ってちょっとね、思っちゃいますけどね。うん。はい、まあ。女子についてはちょっとね、あの、後々今度お話ししていこうかなと思うんですけど、えー、空刈谷さんも言ったです。えー、この動画の24分43秒、あ、43秒付近の、 うんは小平と読みます。あ、なるほど。小平って言うんですね。小平の意味ですが、霊を尽くして人を招くという意味で、あー、わかんなかったですね。これ全然ちょっと読めなかったんですけども。うん。はい。えー、そして、えー、っと、もう一丁。今、この動画を視聴を終えました。えー、普段の生活で株部さんと接する機会がある方で、えー、コロナ感染者が出たんですが、あ、これね、 いますよただ、まだね分かってないと思いますで。その周囲の知り合いだったりとか、もうみんなコロナに感染してますね。もう感染してない知り合いの方が少ないっていう感じになってます、うんで。ベルギーでは濃厚接触者の定義がどうなっているか分かんないですが、もしかすると日本の基準ですと濃厚接触者の定義に当てはまる可能性が考えられます。えっとね、考えられますね。っていうか、濃厚接触者になりますね。でもね、日本と違って濃厚接触っていう、その手あのあなんだろう。 そういういい議論ないんですよね、うん、あのー、まだこう日本でその濃厚接触についてなんか結構なんかねあのー、言われてるんですけどそういうなんか濃厚接触についてなんかあんまりこう言ってこないので、うん、念のため検査を受けた方が良いと思いますとこれはね明日ちょっと受けようかなと思うんですけどあああさっあたりねうん。 えっとインフルの検査も可能なら行うというかもしれません。えー、体の免疫力が良くなると感染症に加冠するリスクが高まりますので夜はしっかり寝て免疫をつけましょうということなんですけどあのね睡眠はもうめちゃくちゃやってますね。うん、もうずっと寝てて、ね、寝まくってて、うん、で最で今日ね朝起きてめちゃくちゃちょっと汗をかきまして、うん、それからちょっと体調良かったんですよね。 どん,なかんどんな感じなのか分かんないんで、うん、まあちょっと検査を受けて、もしコロナだった場合は、まあちょっと、なんだろう、どんな症状だったのかっていうのをちょっとお伝えしようかなと思っております。はい。えー、そしてエミリーさん、ありがとうございます。えー、きのはデニス・テンさんの命日だったんですね。あそうなんですか、なるほど。え、ってことは、羽生君の引退時期と同じということですかね。 うん、ちょっと今、目が点になってますけどえ、もう4年ですって、あもう4年なんですね、私はあの頃はフィギュアスケートを追うにもネットなどのツールも整っておらず、えー、そこまでのめり込んでいたわけでもなかったんですが、彼のニュースは衝撃でした、えー、母国にフィギュアスケートを普及させるべく頑張っておられたとか、うん、すごかったですね、もうカザフスタンの星でしたからね、彼は。 今、彼のまいた種が少しずつ、えー、花開こうとしていると聞きました。あの、えっとね、デニス天杯っていうのがありますよね、チャレンジャーズシリーズに。うん、そういうのもデニステンさんの活躍によって出てきたのかなとああの思いますよね。意味があるのかないのかわからないくらい、小さな一歩でも諦め,諦めずにやるっていうことは、えー、大,大切なんでしょうね、うん。その通りだと思いますね。 はいデニステンね、本当ね、もうふんでしたよね、あの時は。もうそういう気がする、この時はもう、株君くんってまでやってなかったんで、うん、あれでしたけども。えー、ゆうのややさん、どうもです。えー、かぶさん、新しいルールでのフィギュアの試合が、どういう点数になるのか楽しみですね。そこなんですよね。それから、いつもどこでも日本はお金,だお金だけ取られて終わりますね。確かに。うん。結構なんかね、持ってかれちゃいますよね。うん なぜかは知んないけど、そういったところがあるんだけど、だけど、まあ、発電点がへ少ないっていうね、結構バカにされてるっていうのはあるのかちょっとありますよね。うん、もっと発電点が、ね、あの日本にたくさんあればいいのになって思うんですけども。えー、あや池田さん、ありがとうございます。ソー太も頑張ってほしいで、ね、うん、確かにイエスタでめっちゃ良かったからね。えー、友野和樹もほんと楽しみだ。うん、壮太ね、なんかちょこちょこミスしちゃうんですよね。うん。 あのやっぱ彼は、本当ね、4年前のピョンチャン五輪の選考会の時の、えっと、全日本選手権も、あの状態になりながら、ジキルとハイドを演じてきましたから、本当に諦めない心,の心にねえっと打つものがありましたけどね、そこから4年間頑張ってきて、実力も上げてきたんですけども、なかなか 4T と4サルコがあのねえっと揃わずに、トリプルアクセルのミスがあったりと、苦労があって、先生も変えたりしましたけどね。 うんまあ、彼も本当、スケーティングの質がいいんだけど逆にそれがねちょっとミスにつながったりするっていうところもねあったっぽいのでちょっとどうなっていくのかっていうね本当、うん、ん覚醒してほしいですねせっかく実力というか素晴らしいものを持ってると思うんで、うん、そっか、山本聡太選手もね、えー、頑張ってほしいなと僕思,思いますね、うんえー、そして、イズナーさんありがとうございます、えー、株君こんばんばはーネーム桜子です。 しばらくはロムしていてでも熱量が上がらなかったりいろいろあったんで離れようと思いましたが羽生さんの突然の決意表明と聞いてうすうそは感じていましたがとうとう来るべき時が来たなと思いました引退という言葉を使,使わないでプロスケーターになるという決意を表明してくれた羽生さんを見て羽生さんらしいと思いました4回転アクセルについてはアイスショーの中で決めていくという決意素晴らしいです えー、北京が終わった時にフィールドを問わない、えー、と、えー、発言をしていましたが、今思えばその時から決意を固めていたんですね。えー、そして何よりもアイスショーで,でのあのダムパリ、羽生さんはあのような形のアイスショーを自分でプロデュースしたいと考えていたのではと、私の勝手な想像です。その可能性あると思いますよ。あんな感じでもっとアーティストを呼んだりとか、あのー、それこそ、ありますね。もしかしたら宮川さんとの指切りですね。 まあ、そうだったからや、参加してください。うん。そうかもしれないですよ。今思うと。ね。も今、頭よじったんで、それ、えー。参加しますよという約束だったんでは。えー、これも私の勝手な、うん。でも、これありえますね。それ、だから、指切りしたのかなってちょっと思うんですよ。ね。今後、もし、羽生君がね、えー、個人で活躍していく際に、なんか、一緒にこうやっていこうかなっていうのをね、新幹線の中で話されたりとかもしたのかもしれませんよね。本当。楽しみですよ。だから。えー、何 にしてもえー、それにしても、えーっと、競技から離れたことによって、羽生さんはスケレーントの嫌なしがらみが取れてほっとしています。これね、うん、これからは羽生さんのやりたいことを思うぞもやってほしいと思います。えー、その反面、競技者としての羽生結弦が見えなくなるのは寂しいです、えー。決意表明を聞いてからまだ放心状態で、でもとても良い引き際です、えー。本当にご苦労様でした。たくさんの感動、ありがとうと羽生さんに言いたいです。うん。 いやーそうですよね、僕も同じですね、なんかそういう感じというか、まあ、寂しい、うんまあ、やっぱね、もうちょっと見たかったなっては、まあ、正直あるんですよね、うん、やっぱね、ちょっと今季、本当楽しくなるだけにね、羽生君が出ていればもっ,ともっと楽しかったのかなっていうのあるので、うん、ちょっとマリリン君も暴走してますし、その中で、ね、羽生さんがいるっていう状態を想像してましたからね。 うん、ちょっと寂しいなというかかなり寂しいんですけども。うん、はい。えー、エミリーさんありがとうございます。私もジュンファン君のの稲バウーリハーサルな配信で見ました。というか、稲バウは明日から、ジュンファン君って分かった。豆粒でもしょうま君は分かっ,ちゃったし、しょうま君のジャンプも分かっちゃった。分かりやすいですよね。うん。なんとなく、あっていう感じですよね。 グルーープナンバーの練習も流れていましたよ。私が見たのはしょうまくん、かずきくん、ネイサンくん、マリニンくん、ジェイソン・ブラウンさん、ビンスくん、ジュンファンくん、ケビン・エイモズくん、ダニエル・グラセルくん、マッテオ・リツくんによる男子グループナンバー、すごいメンバーですね。2つのグループに分かれて練習をしていました。 えー、みんなで話し合ったりしながら進めていてこんな風にしているんだなってすごく興味深かったです、えー、入り口は翔馬くん見たさであってもこれはフィギュアスケート沼にはまってしまうなと思いました、えー、和樹くんはこのすごいメンバーの中に自分が呼ばれて一緒にツアーで各地を回るのがとても嬉しいと話していました、えー、和樹くん翔馬くんをよろしくねうんなんか友野くんすごいなんかなんて言うんだろう引っ張っていく力っていうんでしょうかね なんかこう、なんかこう、まとめる力があるのかなというのを感じる時があるんですよね。うん。えー、だから宇野くんのこともよく見てくださるのかなと。ちょっと勝手に思ったでも、なんかすごいこう、親しい感じもするので、すごくいい関係ができるのかなと思ってますね。うん。 宇野同盟というか、ね、とぼの同盟というか、えゅうのくんのシンフリー、G 戦場のメアトルもえ楽しみです。えずきくんのコウモリ図も来そうですよ。楽しみですね。超似合うと思います。すごく本当に似合うプログラムかなと思う。ショートは何だったっけなね、ちょっとわかんないですけど、かおちゃん、まいちゃんもお披露目ありそうですよね。リクリウーか、楽しみです。うわ、すごいメンバーですね、本当かおりさんもね、シンプロなんですけどもね。うん かお、えっと、ちゃんは確かかなりダンスが入ってくるのかな、うん、で三原さんは、えっと、戦場のメリクリと,、えー、っとなんだっけフリーがこういうの魔術師だ。これだからイちゃんはすごいこうイメチェンしてくるということで、ね、陸上は何にするのかな、うん、いやー楽しみ、本当、えー。エミリーさん、あと今日、姉さん君、かおちゃんと昭マ,マのも羽生君のことで取材を受けたようでした。あーなるほど くんやっぱり寂ししししいと話してましたうーんそうでしたううそでよね僕その YouTube 見ましたよ。うん、なんか、きトとんと宇野くんしてましたよね。きょとんとしてて、うん。でもなんか印象的に残ったのが、僕からゆずくんに言うことはないです <laughs>。みたいなね発言があって、ちょっと思わずね、えっと笑ってしまったんですけどね。さすがだなというのをちょっと感じながらね見てましたけど。はい うん、坂本さんもちょっとね、えっと、まあ、あの、いろいろ話してましたけど、やっぱりね、ね、えー、そういった、なんかやっぱ尊敬っていうところで、うん、リスペクトあったのかなっていうのを、そういう感じましたね。うん。はい。えー、そして、えっと、池田さんの、あこちらのコメント読みましたよね。うん。えー、ゆうままさありがとうございます。えー、ベルちゃん、今日も元気だね。あそうそう、ベルモット・ジェオカさんね。うん、な、なんなんでしょうかね。 うんまあ、なんかさっきもなんかちょっとコメント欄見てたら結構なんか荒れててちょっとこれ今度また紹介しようかなと思うんですけどまあどうしようかなと思うんですけどベルちゃん今日も元気だねうん心配しなくても大丈夫よまだまだ羽生くんいなくならないから寂しくないよよかったね <laughs> 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 これこれちょっとすいません笑っちゃいましたはいと言ってあげたいうん はい、ちょっと私が一番嬉しいのは、えー、ここでも言われた、言われていたスケベンへの情能、えー、吸い上げられるお金がなくなること、えー、なんかもう皮肉たっぷりですね、えー、羽生くんに直接課金できる、もうすっきりした、あそこなんですよ、だから皆さんが、えー、羽生くんを応援した、まあ、お金、まあその、例えば入場の,そのなんだお金とかっていうのが、まあ、羽生くんに直接行けるというところですよね。 もちろん主催とかによってはね、まあ,あ、取られてしまうっていうのはあるんですけど、スケレンにはいかなくなると思いますからね。うん、そこだと思いますよ。だからスケレンはちょっと困っちゃうんじゃないでしょうかね。うん。まあ、ベルちゃんも、まあ、あのね、ちょっと困っちゃうんじゃないでしょうかね。やっぱ、これからどんどん羽生くんが活躍しますので、うん、どんどん困っていくる、どんどんだからね、また登場する可能性があります。登場するってことは、それだけ、あの、ね、あの、なんだろう。 えっとゆずあ羽生さんがとてもあのいい状況であるということの何よりも証拠ですからね、うん、なんか最初は引退してラッキーみたいなこと言ってましたけど、なんか様子変わりましたから、途中からね。うん なんでそんなに言うんだろうってちょっと思っちゃいますよ、ほんと。羽生くんはきっと私たちに還元してくれますからね。どんなことやってくれるか楽しみです。え各国でライブ配信あったらしいですね。イタリアでは、ロイターが全配信してたらしいです。ああ、さすがイタリアですね。まあ、シビリアンドさんがいるから。うん。私は今欲しいのは羽生くんの公式ホームページ。ああ、確かに。うん。ねあ、あればいいなと思うんですけどね。うん。 ね、でもなんかそのメッセージとかで、ね、結構、誹謗中そのメッセージとかが来るのも困るので、なかなかそう,いうのやんないのかなっていうところでしょうかね。うん。宇野くんはありますよね。確か。羽生くんは確かなかったので。うん。あの、Twitter とかインスタも全くやってないのでね。うん。そこら辺今後どうなるのか。あるいは、羽生くん YouTube デビューとかね、思い切ってね、されてみるっていうのもちょっと気になりますけどね。うん。でも YouTube のミーって結構、 であのなんだユーチューブのその ANN のユーチューブ昨日加入君の記者会見見てましたけど結構コメントびっくりしましたあんなひどいコメントを直接書くんだって、うん、でほんとね50%以上で半分以上が悪口でしたよびっくりほ、うんとに、うん、そんなこと書いて何,何でってちょっと思いましたね真央、うん、ちゃんの時ってもうちょっと違った気がするんでちょっとびっくりでしたね昨日はね 民度が低いんで、もしかしたら YouTube をやんない方がいいかもしれないですね。うん。わかりませんけど。うん。えー、マスミンさん、ありがとうございます。カブ君、お疲れ様です。体は大丈夫になりましたかえっと、今日はだいぶ良くなったんですけど、ただちょっとわかんないですね。うん。えー、今回の羽生選手の会見後、ちょっと見方を変えただけで、心が万華子のように様々な心境を映し出して、えー、コメントができませんでした。 以下少しだけ文章ができました、えー。羽生選手はフィギュア界のアイコンであり、最上級とされる宝石のダイヤモンドのような存在です。えっと、美目修礼も含めて、えー、羽生結弦のスケーティングはダイヤモンドのカラー。えー、礼,儀た礼儀正しく謙虚な、えー、性格はクラリティ,クラリティですね。積み上げた功績はカラット。そしてルールや時間などが静電下にある競技会のみでは 輝きの、えー、カットの部分が十分に出せなくなってしまったように思う。もっと多角的に光を浴びて違う輝きを見せてほしい。彼のポテンシャルは無限だから、新しい時代を切り開いただけではなく、またあまだまだ未知の世界を開拓してくれると思う。本当そうでしたね。うんまあ、この時にはたくさんの変な障害とかもありまして、えー、それを打ち破ってきてですね。うん。 あの男子のフィリティの中にイメージを変えたというふうに思うんですよ。言っちゃうと、これまでそのビールマンとかあのドーナツスピンとかや、男子でやってる選手って、柴田亮さんとかしかいなかったんですよね。あと、プルシェンコとかね。うん、ただ羽生さんが あのそうやってかなりやってくれたおかげで今、狩山さんとかもね、えー、宇野くんだってあの、宇野くんはドーナツスピンやってないか、チ、う、ャ、ん・ジューファンくんだって美しい技やってますよね。だからそういうその結構男子を美しくしてくれた、これが羽生くんの特にすごいとこだなと思いますね。うん、男子を美しい時代にしてくれたってのは本当ね、すてだと思いますよ。なんか羽生くんが自由になれた気がする点については私は嬉しい、えっとそしてい、ね。えーは 羽ば,ん羽ばたき出した羽生結弦、輝き出した羽生結弦、誰の歌でしょうあっ、ちょっとわかんないですね。何だろう、これは。いや、ちょ,ちょっとわかんない、すいません。えっと、わかんないんですけど、今までこれからも羽生結弦君は私にとってずっと愛と奇跡であり続けます。うん。はい、ということなんで、そうなんですけどもね。うんまあ 男子諸君もなんかこう羽生さんのね昔にやっぱねなんかフィギュアスケートって男子がやってるとなんか女の子っぽいってやっぱ言われてたわけですよだけど今は本当そういうことを言うことがなくなりましたねうんこれもその羽生さんの活躍のおかげっていうのは大きいと思いますだから男子フィギュアスケーターが自信を持って自分の,あの心を表現できる、まあ、そういうようになっていったのがいったっていうところも、えー、男子フィギュア界発展の原因なのかなと いうところもありますからね。うん。だからこのハイスケーターたちも羽生さんのことすごい尊敬してると思いますよ本当にね。うん。はい。はい。えー、それではね皆さんありがとうございます、えー。一旦これ動画止めていきますね。